でもエンドユーザー顧客志向から出てきた発言ですよね。まあそれは素直でね、実行起こし音起こ映しちゃってるところはやっぱその人形の後藤さんのまあ偉いところでしたよ。っていうようなこととかもういろんな涙の話がいろいろあったんですけどね、まあ私はもう涙やる気、その思いとかもうそれはいいと、経営戦略的にはもうこれだなとね、商品戦略のその部分、あとですね、まあ実はインターネットなんですね、そういう他にもない商品っていうのはネットでいけますよね。どこででもある商品っていうのはネットではまあ買う人もいますけど、ネットで探す人たちはどこにもないような商品やっぱ探すじゃないですか、高額系の人たちだからね、だからネットにうまくあった。で50歳超えてたけどもパソコンスクールに7ヶ月通って自分で勉強して自分でホームページを作っていって、で今はネットの販売がほとんどっていうですね、世界からの注文があるんですよ、うん、あこれすごい。だから商品戦略と営業戦略のところですよね、の戦術のところ、あこれがしっかりした、まあ、あとはその思い系もやっぱすごかったからもともとですね、あこの辺でだからこの辺でうまくいったんだなと私は理解した。ところがその講演を聞いて各テーブルで意見発表会、各テーブルの参加者の人たちが発表したんです。そしたら 100% いやこの熱意がすごかった、こだわりですね成功要因はとかね、あの苦しい時耐えた根性がすごかったとかね、一言も経営戦略に触れた言葉がないんです。あでも多分いやこんなもんなん大体がね、あもう私だけ一人でもう大喜びで聞いたのはね、うわパクリ元ができたまたねそれパクって今今日喋ってるわけですよ、ね、そこにねやっぱ気づかないんですよ。で他にない手作り面倒くさい系のこの商品をバシッて見つけて、あとは強い熱意で長時間労働をやって、あとはエンドユーザー直のネットのツールをうまく見つけた営業戦略がうまくいったから成功したんですけどね。大半の人はね、そのまあ残念ながらやる気熱意中年がすごいですね、そこしかね気づいてなかったですね。テーブル討論しても下からよくわかります、他の人が出ませんでしたね。ああだからそのこの人たちもっとで、そのテーブルで言ったんですけど、ああ金田さんね、武田先生のあの真似で講演してる人ですよねいや真似っていうか俺先生でどうぞデジタイって名乗っとったやって全国200人もおるったいってねいう感じなんですけど、まあ福岡ではね、同意会ではもうランチェスターのことはまあみんな知ってますからねって最初言われたんですよ。そうところが討論会行ったら何も知らんねな、ね、分かるでしょ、もう全然知らないです。何が知っとうって言っても聞いたことがあるぐらい講演を聞いたかいう程度でしたね。落とし込みが全然できてないですね。あだからもったいないっていうか、まあこれは本家本元の福岡でさえね大体こんな感じです。もう 99% の経営者は何も知りませんね。弱者の武田ランチェスターと、そのいわゆる成功哲学系もこれ全然知らないですよ。世間の人は全然知らないですよ。だから今みたいなリーマンショックとか言ったら、ああもう景気が悪い、まあこれ名古屋だからしょうがないとかね、あこの通りが良くないとかね、いやもう従業員がダメだとかね、お前がダメたいっていうことなんですけどそこはやっぱり専門的なプラス発想、積極思考みたいなものがね身についてたらそれ愚痴言わないでしょ、まあ、これね考え方ってめちゃくちゃ高田先生もテキストの中本当でも毎回書いてますけど、でこう何かあった時にまだやれると思うか、もうダメだと思うか、まあ、いわゆるプラス発想的なことの大事さを毎回ちゃんとね書いてますよ本の方で。それって本当半分それですよ、うまくいくかどうかそこですよね。ですからそこはね別にね、なんか今日よいしょ系が多いね私はねだからね、武田ランチェスターと SFI っていうのはね、まあ私の中でもあれですけど成功の二大法則です、ほんと。なんか皆さんもねそれをね、あとねちょっと今日はこの前ねまたねこれパクリ系っていうかこれすごかったですね。高田先生の山形の代理店で斉藤社労士さんっていう山形ナンバーワンの社労士事務所の先生とかこの前、公演で呼ばれて行きましてですね、その帰りあの蔵王の蔵王って知ってます蔵王山 の, あの観光地行ったんですよ。行く途中ですねリフトに乗ってこうリフトに乗ってですねこう山の上ですよ、ここにお釜があるんですね、こう火山のあれでなんかリフトに乗っていったらリフトに乗ってで乗っていったらここでですねなんかカメラマンが構えてですね、はいこっちです写真撮りますって言うんですよ。
なんかあの前ゴルフ場で勝手にスイング取って後で売りつけたやつだあれと同業態こいつら売りつけやだみたいなね、まあすぐ直感的なはーいはーいみたいな感じで、まあ、その登って行って観光してまあ降りて行ったんですよ。斉藤先生夫妻と3人で降りてきました。ただマッパ待ち構えてここにこうね掲示板があってこうここの写真がバーってたくさんはいこちらですよ写ってますよとかうるさいみたいなこんな商売はデジカメが誰でも持ってる時代もうダメだよお前らはみたいなね、まあそんな感じで行ったのね。まあこう行ったらですねまあ1枚いくらだと思うんですよ。あの写真1000円なんです。バカがあってお前デジカメデジカメ撮ってプリンターでお前出しただけだろうが貴様お前原価ゼロやんかこんなぼったくり商売みたいな思いながらまあ行ったらですねまあ行ったらですよそのまあこんな写真だったんですこんな写真でまあ自分がこう写っててですよ。であとこう蔵王のお釜のこう写真があって説明があってですよ。絶景神秘の感動の蔵王お釜へ行ってきました2009年6月20日今日の天気はこうです揺られて行ってきましたとかですね別に俺が行ってないのに最初から入ってるんですけどね文句がねでまあ1000円バカがって一番いらないいらないいらないっつってね。でそこがまあね斉藤先生と一緒だったからお世話になったからああ斉藤先生の場合はね私が買いますよ夫妻で、まあ、2枚買いますからいやいらないこんなのもいらないいらないいやいいです買いますいやいらないいらないじゃあ私がカエナさんのやつを買おうなってですね結局3人全部買ってしまうでですよやっぱり観光地で舞い上がってるでしょ。で友人知人とかそんな人たちと行ったりするとなんかほらもう価値観なくなるやつ価値金のなんと1日何枚売れてると思いますかどうですか1000枚ぐらい買ってる人買ってる人どうですかどうですか300枚300枚500枚ぐらいはい200枚はい100枚100枚200枚今日は面白くないな500枚1日50万円あらりですよこれね、仙台のバカ系の2代目写真屋が3人チーム組んでやってましたね。はあ、これはすごいと思ったんですよ。